まま見てください。よろしくお願いします。はい、で今からは収録パターン あの YouTube も録画開始してます。ああ、じゃあ今は28日金曜日です。はい、前日でしたから。もうちょっとですね、あと20秒で始まります。イヤホンつけちゃおうかな。ヘッドホンだね。ヘッドホン一応普通に聞けるようにしたからね。あ、ありがとうございます。ちょっと音量小さいかもしれないけど。はい、あ、FEC チューンド、FEC 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 チューンド。キラキラ光るお空の星よ。金ピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ。FM ギノワン FEC チューンド金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオ8月28日の金曜日夜11時でございます。はい、今日はですね収録放送でやっております。はい、お届けしております。先週8月21日の生放送の後にはい今収録をしているということで。そうですよ、まあ、収録日は21日なんですけども、うん、まあ、聞いてもらってるのはもう今皆さんの時間帯では28日、はい、28日。ただこの収録中も今ツイキャスで配信してるので、まあね、先週聞いてくれた方はお知らせしたと思うんですけども、はい、うん、そのまま21日の放送引き続きやってますので、はい、そしたらもうツイキャスのコメントが、うん、あのみんなもう28日の脳みそにすぐ切り替えてくれて、はい、それ仕様でコメント今バンバン来てるんですよ、はい、みんな多分もう12時回ってるから疲れてるんだそうだろうな先週のね、うん、あの放送終わりツイキャスで久々に中田猫さんからツイキャスコメント来たんですけども、うんうん、楽しみだーっつって、はい、久々に放送この後も、延長戦で聞けるっていうことだったんですけど、はい、そんな中田猫さんから速報がツイキャス、はい、来ておりますか。入りました。すみません、ベビーちゃんにゲロを吐かれたのでお風呂入ってきます大変だな、やっぱ俺なんかのラジオは聞けない運命なんですよ。そうだね。かジップロックに入れてスマホを浴槽で聞いてください僕はよくそうやって音楽聴きますよ。あー確かにね、うん、キックザカンクルーね。あー今ハマってんの、うん、キックザカンクルーって知ってる？知ってるよ一応めっちゃなんかもなんでもっと早めに聴かんかったんだろうって思ったから後悔してな。しっかりは聞いたことないかもな。世代ではないじゃない、うん、なんかそう世代ではないんだけど、うん、これまー、あ、ちゃんさんがこのライムスターとかが好きで、はい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 、でこのラップのなんか韻の踏みとかってもう俺、うん、ミスチルとか、うん、サザンとかが好きだったから、うん、なんかちょっと懸念というか、うんうん、あまり聞こうとは思ってなかったんだけど、はい、なんかその一曲聴いてから、はい、なんか面白い。なんかやっぱリズムメロディーとか、うん、ことその何言葉の言い回しとか、はい、めっちゃ面白いやしと思って、うんうんうん、聞き込んだら、うん、やっぱりもう名曲 だらけでした。キックザカンクルー、キックザカンクルーやばいっすよね。そうそうそう、ライブでさ、はい、F ライブとか俺なんかの FEC のライブでなんか使われてる曲でなんかちょっとわからんなーってなったさ、いろいろと、うんうん、あれの9割キックザカンクルーだと思って。あ、そうなんだ。やばいから。そうなんだ。あーこれねっていう、なんかあのベストアルバムがあるんだけど、あの iTunes の中で、うん、じゃあ俺も今日帰り道キックザカンクルー聞いて帰りますわ。キックザカンクルー、キャンさん的には何が一番いいですか？俺はトリコ最高なのよこれ。どんな歌ちょっと歌ってみてよ。ラップはなんか歌えないですよね。あー Mic 1,2,3,OK 最高。 Mic 4 and 5 09 Mic 6準備いいぜ DJ チクチクハイエーハートリコー
んか嫌な気持ちになる。ふぅドリコー、あと一回ね。ふぅドリコーチェキラーカバディバディマッナス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 イエーあの、あれ、あれよあれ、だからもうみんな殴りたくなる。みんな、全員。なんだろう、この気持ち。でもトリコは、うん、あのこれはだから3名、そのキック・ザ・カンクルーと、はいはいはい、あと1組いるんですよね。このまたこの別のラップグループがいるんですけども、うんうん、だからその6名で MC マイク持ってます。すごい。だからそのこの節ごとに、大体この節ごとに変えるんだけど、はい、でもそのやり取りがやっぱかっこいいですよね。あれをすか、めっちゃかっこいい。だからそれぞれの韻の踏み方とかリズム言い回しが違うから、うん、なんか曲のメロディー聞くってよりかはやっぱり歌詞とか。なるほどね。クレバーはわかる？クレバーは聞いたことあります。クレバーがキックのメンバーって知ってた？あ、わかんなかった。キックザカンクルだわけよ、クレバーって。衝撃じゃん？衝撃。マジビビった。俺それを知ったとき。うん。クレバーってそちなみにあ、もともとみんな違う活動してたけど、なるほどね。でやってるから、はあ。猫さん知らなかったのって、ちょマジで知らんかった。知らない。だって僕なんかマジで世代じゃないっすよ。俺なんか世代じゃない。俺なんかは、俺なんか世代って誰が有名か。ラップの人？まあ、ラップしかり。ラップは正直いないと思う。ね、ラップがそこまでグッと来てた時じゃないからな。レゲエもあんまり聞いてない。俺なんか時って言ったら、だからそこから、もうそこから、グリーンとか、ユイとか。ユイとか、そうそうそう。だから、ちょうど携帯の音楽配信サイトが出てきたから、うん、いわゆるなんか普通の J-POP アーティストが、軍って来てた時じゃない？そうですよ。え、ソルドアウトとか知らない？知らない、知らないですね。ちょっとラップ系、今日後ろから少し BGM 流す？あ、ちょっともし聞こえるのであれば。はい、カイユさんが僕ら世代はイーストエンド。ああ、もう本当に聞いたことない。これアーティスト名ですよね、きっと。ああ、イーストエンド、懐かしい。わかんない。ね。俺、ライムスターも、マジライムスターの曲もほぼ知らん。俺も知らないよ。まーちゃんさんがライブで使ってる曲があるんだけど。誰かマイクをマスターのやつ。あ、誰がマイクのマスター。あれも、あれはライムスターと結局 MC がまた2人別でいるわけ。あ、そうなんだ。うん。待ってろ今から本気出すのやつ。ああ、あれはライムスター。はいはいはい、そうそうそう、めっちゃビビった。なるほどね。シュプリームさんが吉本の涼次くんがクレバー大好きやし雰囲気が似てるって。あ、すごいわかるかも。クレバーはもうなんかビジュアルもいいし、うん、このなんか滑舌もいいし、うん、こういうのもいいから、もうめっちゃ人気だわけよ。そうなんだ。いくつぐらい今くれば、うん、1800歳だしないかな。悪魔かよ。1000%。これも今貸しね、これもね。ちょっともう分からんわ。最高で、で、うん、2年前ぐらいに再結成したのよ。はい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 。再結成ですか、再活動でしたっけ。再活動、活動再開して、だその新曲もあるんだけど、うん、だその新曲とかもなんかすごいラッパーの粋なところで、前の曲回しとかを、言い回しとかを新しいメロディー使ったりするわけ。はあ。っていうのが聞、はいはい、っていうのを聞いて、うん、あ、意外とラップ奥深いし、だからサイレントインファイトのリークが、はい、なんかほら平成一期の YouTube チャンネルでなんか語ってたじゃん、うん、ちょっと見てないけど、うん、っていう回があったんだけど、うん、なんかやっぱりハマる人の感じはわかるかも。はい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 。確かに。でも、うん、この言葉とかをこうちゃんと全部聞きたい、聞いてなん楽しみたいっていう人がいいんだろうね、うん、ラップとか、うん、まあそのビートとかのこの刻む気持ちよさもあるだろうけど、言い回しとか韻の踏み方は、うん、おお、なんか今のすごい、なんかわからない、いわゆるバイブスが上がったりするんでしょうね、うんうん、どう考えても、あの言葉の量が一番多い部類の歌じゃん。そうだね、この日本の音楽だとそうかもしれないね、うん、追うの大変だよね、うん、今ちょうど、まあ、バックでトリコがうっすら流れてるんですけども、はいはい、海優さんが書いてるこの一切合切は
これはクレバ単体の音ですね。これが一番有名じゃないですか、多分クレバのシングルの歌だったら。俺この時期国民的行事だった時知り合った。ああ。でこれもクレバの歌なんですけど、うん、これはミュージックビデオに、うん、あの小林賢太郎が出てるんですよ。あ、誰？ラーメンズのです。ラーメンズの片桐メガネじゃない方。ああ、片桐さんじゃない方。はい。で昔からつながりがあって、はい、で最近またクレバが、はい、あの一人で出したアルバム、はい、でもコラボしてるわけ、小林健太郎とライムスターの歌丸さんとコラボしてたりとか、あ、だからそのやっぱりこのその世代同士のこの付き合いみたいなのあって、はいはいはい、もともとファンだった人はまた今こう再熱化してる人が多いと思います。だ俺が好きなあとあの岡村康幸さんね、メガネのちょっとわかんないな、岡村康幸さん、あ、なんか前言ってた人か、歌い方がちょっと癖がある人がキックとライムスターとも別でコラボして1年前ぐらいに新曲出してるわけ。そうそう、なんか聞き漁ってる最近バカみたいに音楽を、うん、こればっかり聞いてるな。ヒロムスさんこんばんは、はい、ってありがとうございます。今はあの8月28日なんで、もう28日の今、はい、一応収録なんですけどもやってるので、もうその時になった体で皆さんコメントツイキャスをよろしくお願いします。お願いします。まあだからアスカママさんも知らないさって言ってるけど、だから、うん、知らない人はちょっと知らないジャンルではあるからな。うんうんうん、そうクレバがキックのメンバーって知らんねや、知らない、知らないな、全く分かんないな。ラップだったら、はい、ちょっとこれを聞いてほしい。はい、ちょっと小さい。ああ、これはもう聞いたことありますよ。あ、これは最高だね。うん、これはだからもともと知ってたし、だから俺ちょっとだからラップっぽいのも好きな気持ちあったんかもしれない。うわ最高。リップサービスじゃなくてリップスライム、ね、スライム、うん、リップスライムはなんでかな、多分世代じゃなかったっけ、俺なんかも違うのか。あ、これもでも歌ってたかも。カラオケとかでやっぱ歌いやすいんじゃない。あ、はいはいはい、あのキックとかみたいになんかガチガチじゃないというか、確かにちょっとあの曲よりの J-POP よりの、うんうん、なんか E.T. キングとか、はいはいはい、はい、とかあの湘南の風とか決め石とか、うん、まあ、あれはレゲエに入るのかな。ヒルクライムとかね、うん、春夏秋冬とか、うん、ルーズリーフとか、うん、そこら辺は多分俺なんかとか、俺なんかもうちょっと若い人も知ってるだろうし、うん、そこら辺にちょっと消化されてったのあるかもね、ラップがね、うん、これ最高。これ俺帰り聞く絶対に。で俺が一番ラップでおすすめのグループは、はい、ソールドアウトっていう。ソールドアウトめっちゃかっこいいよ。聞きたい。この曲きっかけで売れたんだ。ウェイクアップ。これみんなにも聞こえてるってことですか、ツイキャスの。ツイキャスは聞こえてない。ツイキャスはね聞こえてないので、もうでもなんかわかんない、 YouTube かなんか調べて。もう皆さん来週の放送聞いてます。あ、来週の放送、そうそう、来週の放送は生放送は、はい、ラジオには載ってますので。あ、もうキャンさんもが歌っちゃってる、もうキャンさんの声しか聞こえなかった。いや、Wake up people しか。めっちゃリズムいいなぁ。あ、ノリノリだなぁ。うん、だクラブとかでなんかこう体揺らしながら聴いてるみたいなのが、なんか家な感じあるさ、うん、ラップってちょっとあれ、あのビーストウォーズみたいだよね、あ、このラップ。ビーストウォーズの主題歌の、ビーストウォーズの歌めっちゃかっこいいよ。それこそ流せます。下町兄弟の、下町兄弟ってアーティストです。あれめっちゃかっこいいよ。ビーストウォーズのあれも結局どっちかといったらラップよ。今のあのフリースタイルラップよりだよな、うんうん、このビートだけ流れて、うん、あの曲を羅列する感じ。何か善で悪で丸め込んでやめる向かう正義の力、生き抜け、誰のため逃げちゃダメ。あ、でも全く一緒だよ、全く一緒。全宇宙の平和願ってロボットだってサイバトロンパワーは全開。サビがな、なんとかなんとかおかいだろ、このどうせ言うもほらほら、もうそういうことっすよ。
聞いてほしいな。絶対絶対みんなもうあるよ、もうどっか DNA にこの気持ちいいところ ね。え、ジョジョの曲ってあれ南部南部のやつですか、海遊さん。ソールドアウトのジョジョの曲が死にやばいって聞いたことあるだろうね。アニメタイガもあるんじゃない、なんだっけな、見てなかったっけ。あるかも、ジョジョはアニメは見てない。ドラゴンアッシュとかはだからその湘南の風とか、はいはい、それこそリップスライムとかに近いんじゃないかな。あ、実はこれの次に用意してるのが、はい、ドラゴンアッシュの中でもめっちゃえげつないラップのやつが、がっつりラップ寄りのやつが、うん、これ聞いてみよう。もう喋ること決めてたのにラップ聞く時間になっちゃった。ごめんね。いやいやいや大丈夫です。ああ、いい。いや、このビーチの猫のまずある程度のこのリズムがあるんですよ、うん、最高最高、いいね。このディスクのチュクチュクチュクがやっぱりいいな。うん、ラッパハリアがコラボしてるんです。はあ、すごっ。もうはい、こんなちっちゃい音量じゃなくてガンガンで聞きたいね。ガンガンで聞きたいな。低音もウーハーバンバン。俺の車で探した。揺れるんじゃないかな、車体若干。これサビがめっちゃかっこいいから。サビまで聞きましょうか、じゃあ。うわ、聞きたい聞きたい。おー、いいね。皆さんはお手元の携帯で調べてください。なんて曲ですか、ちなみに。これはね、あのディープインパクト。ディープインパクト、ディープインパクト、ドラゴンアッシュのディープインパクト。そう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 。AAA の人もなんかめっちゃなんかラップ上手い人いるよね。あー、リーダーじゃなかった、なんか見たことあるんだよな。ドラゴンアッシュのソールドアウトの曲、ジョジョの曲は何だろう、これじゃない。あ、それこそソールドアウトってこと。あ、違うか、これか、これこれ、あのグローンキッズ、そう、これめっちゃかっこいい、ブルー、キングダム。聞いたことあるかな、曲名が分かんないからな。意外となんか俺落ち着くときに聞きたいんだよな、そのなんか風呂入るときとか。ああ、意外と 朝とか、うん、そう、朝いいかもな、うん。なんか俺クラブで暗がりの中スモーク焚いてレーザーピーピーのところでボンボンは聞きたくないの。はいはいはい。いや、それも楽しいんでしょうけど、うんうんうん、意外と僕は朝ティー飲みながらでもいいかも。なるほどね。そこまでガンガンじゃなくて、うんうんうん、ちょっとこのなんかテンション上げるときとか、はいはい、なんか作業中とか結構いいけどな。あ、意外とね、俺はもう作業中はなんかガンガンのやつ聞きたいから、はいはいはい、いいかも。ノーバディーノーズ、あ、ノーバディーノーズとかね、うん、ギボさんが好きなやつね。はい、心躍るね。はいはいはい。なるほどなるほど。いっぱいいますね。意外と俺なんか知らないだけで結構いるっぽいね。あれ、バナナ、バナナ。ないの。ごめん、探せない。ビーストウォーズ。ビーストウォーズいないっすか？じゃあ、楽曲がもう。ないかもしれない。ないな。意外とビーストウォーズで調べたら出んのかな。どうだろう。多分 YouTube とかにあるんじゃないかな、歌は。曲名だけで出てこなかった。ああ。曲がない。ああ、じゃあもうないんです。なるほどね。もう。じゃあもうみんなは。お蔵入り、お蔵入りな。借りてください。はい。ビーストウォーズの DVD か VHS。はい。借りて。今もう VHS 再生できる機器ある？一応もうだから中古じゃない、あ、製造はしてないでしょう、おそらくだけど。まあでもまだ売られてるよね、 VHS ね。売られてる、売られないか、売られてないんじゃない、誰も納めんもんな、それが、うん、カセットテープはまだ売られてると思うのよ。あー、多分、はいはいはい、まだ VHS はないんじゃないかな、うん。グローンキッズブードゥーキングダム、あ、聞いたことないや、俺見てないな、じゃあ。
見てないんかい。一応俺もアニメあんまり見てないわけよ。漫画は見てるけど。どっちかと漫画派のね。カセットはね、あるはず。24時間テレビは沖縄だと、沖縄はやらない。沖縄ではなんか時間、日にちずれ込んでやるんだったっけか、なんかどこか時間抜粋してやるんじゃなかったかな。映画だったって。あ、映画、ジョジョの、ジョジョの、ジョジョって映画やってたの。いや、やってないんじゃない。分からん。やってたんだ。でもぽいって言われたらぽいかもね。だ、本当にたまにだけど、うん、もう本当にオーソドなんかあのやつ、うん、危ない危ない。もう俺今寝そうだったもん、ちょっとあの画面見ながらボーっとだった。そうそう、ボーっとしちゃった。この普通に音楽聴いちゃった。倖田來未とかも聴きたくなるよね。あー、確かにね。青山テルマとかね。あー、そう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 。テルマちゃん俺サインもらったよ。もうテルマちゃんって言っちゃってる。親戚のおじさんみたいなもん。石川面識に来てた。めっちゃ可愛かった。ね。中で見たらめっちゃちっちゃい。ちっちゃいですよね。うん。やつな感じで。誰だろう、生で聞きたいアーティストっている？生？生で。ドリカムだな。ああ。見るタイミングあったんだけど、マジで仕事で行けんくて。ああ。親と妹にチケット譲っちゃって、まあ。沖縄でも結構大きいわけ、ドリカム。だからまだチャンスはある。うん、確かにえぐいだろうな。あと小酒ね、小沢健二。ああ、小酒健はちょっと、なるほど、見てみたいな。そう、ドリカム、俺はドリカム、俺はもうドリカムになりたいわけ最終的に。いや、なれないです、うん、でももうあれ、うん、俺はあれがもう最高峰のエンターテインメントだと思ってる。あ、歌とパフォーマンスと、はいはいはい、なんかやっぱもうこのライブがすごいんだよ、なんかこの会場、映像とか DVD 見るけど、わ、うんうん、かるわ。でもさ、うん、この歌、歌のあのなんていうのかな、エンターテインメント感やばいよな、やっぱりな。俺星野源のライブ初めて見た時、うん、マジこいつえぐって思った。だってこいつ呼ばわりするの、星野源。2時間ちょっとであんだけ光と音と映像と、うん、で自分の楽曲歌も歌って、うん、あんな楽しませられたら、うん、俺なんかもうライブやっても、もう勝てん。いや、それはもう、それはそうよ。だって俺、まあ勝負しようとすら思ってはないけど、別に。だ、俺、USJ 行った時に、うん、俺、もうやめようかなって思った。楽しすぎて。こんな、いや、8000円でさ、うん、こんな楽しいんだったらもう、みんな USJ 行った方がいいよ。お笑いライブ8回以下んで、みんな USJ 行った方がいいと思うって。いや、お笑い好きだから。お笑いも面白い。お笑いも面白いし。全く別だ。それぞれ、それぞれ楽しみ方はあると思うけど。あるけど、俺はお笑いっていうよりか、どっちかというとエンターテインメントをやってたから。はい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 、はい。あれを見せられたら、うん、もうめっちゃかっこいいって思った。うん。まあ、だから演出もできるし、多分、うん、あの、ゲンさんは、ね。はいはいはい。自分も演技もできるだろうから。うん、あのやっぱ作り方、うん、まあ、源さんが考えてるかどうか分かんないけど、うんうん、やっぱでもあれを作れる人がいるってことは、あれはちょっとすごかったな。はいはいはい。僕はどっちかというとその、音楽とかよりも、うん、ちょっとああいう USJ とかみたいな、うんうん、テーマパークよりのエンターテインメントが好きなんで。豊島園の跡地になんかハリーポッターテーマパークできるらしいしな。わあ、マジか。うん、ついに。ちなみに僕たちは豊島行ったことありますので、僕たちはっていうか僕はかな、うん、絶対に行くって決めてるもん。ハリーポッター、ハリーポッター、実際に映画で使われた衣装とか道具とかも、置くらしい、2023年頃。すごい、行けるかな2023年。行けるでしょう、きっと。3年は分からんけどね、うん、ま、できたら絶対に。だ、ジブリパークもできる、できる詐欺じゃない、あれ。できる、できる詐欺、うん、でも建設予定はもう目処は立ったみたいな。そうなんだ。許可っていうか、この早尾さんがゴーサインをなかなか出してなかったけど、 OK ってなってはいるらしいけど、はいはい、あれも2022年予定だったかな。へえー、
こればかりは予定だからな。まあね、まあ、ちょっと分かんない、楽しみに待つだけですけど、うん、あ、徳永英明さんな。ああ、確かに生で壊れかけのレイディを聞いたら多分確かに壊れるぜ耳がな、うん、耳取れるパリーンってレディオ、レディオの言い方エグそうだもんな、うん、声もちょっとあのちょハスキーがかりの、はいはいはい、だ僕音楽ライブをちゃんと見に行ったのがサンボマスターさんしかいないんですよ。サンボマスターさんすごいあのめちゃめちゃ、いやあれ絶対面白い、面白いんだけど、うん、最終日だったからかな、うん、もしかしたら声の調子が結構高いじゃん、うんうん、張り上げるし、はいはい、もしかしたらちょっと調子悪かったのかもしれんけど、わーって盛り上げて、うん、わーって楽しくなってサビのとこなったら分かるよなみんな、なんとかなんとかだよなって歌わんで語り出しちゃったわけいやサビよ、演出、演出だよ、いやサビ曲をな、曲やってんのに、うんうん、その曲のサビ一回も歌わんでサビなったら語り出すんだぜ。でも結局もう印象残ってるでしょ。残ってるよ。そういうことだっけ、もう。ああ。策略にハマって、まあまあ。あいつサビ歌わなかったんだぜって、うん、多分もう、うん、もう残ってる印象が。で、なんか同じ曲の A メロかな、B メロか分からんけど、もう一回行くぜーってやって、15回くらいやる。もういいそのもう一回行くぜは。みんな、もう、めっちゃ周りは盛り上がってたけどね。で、バラードの時に、じゃああの人たちロックバンドだから、はい、ロック感出しつつバラードしたかったのかな、うん、あのギターソロで、うん、ギターの方がギター弾いて、はいはい、で、ボーカルの人がピンスポ当たって、はいはい、センターマイクか、うん、あれは、はい、マイクスタンド立てて、うん、その前でこうしっとり歌う曲があったんだけど、はい、その時も手がずっとこのあのロックのこれなんて中指薬指を折ってな、そうそう、折ってクッて開きながらいつまでもめっちゃ優しく歌ってていいさだから、あれがサンボマスターの人のいいこう生き様だわけよ、うん、まあ確かにな、うん、いや面白かったけどもう一回行きたいな、ね、もう一回そういう感じもしてくるぞって、うん、分かった上で行ったら、はいはいはい、驚きがなくて、うん、どうしてもちょっとおわいってなるじゃん。うんうんうん、自分の範疇を超えた演出されると。でもやっぱそこがもうやっぱ生なんだろうな。確かに。そうだな、うん。覚えてるしな、結果的に。あ、スカマさんもコメント書いてくれてるけどね、うん。歌詞間違えたらラッキーって思ったなって。レア、その瞬間に出会わせたってのがやっぱいいなってなるんでしょうね。うん。一回 CM 行きますか。行きますか。はい。CM 行きたいと思います。CM です。どうぞ。分どうする、もう2分使う、2分使いましょうか、はい、29分10秒ぐらいまで、斉藤和義さんと奥田民生さんのライブは何回か行ってます。いいなぁ、斉藤和義さんもずっと聞いてるな最近。あ、いいね。セロリ、あ、セロリは山崎か、うん、ずっと好きだったんだぜ、うん、あれ多分俺今後も一生歌い継がれると思うんだけど、うん、絶対に通るさ、通るね、うん、これとスピッツのチェリーは通るんじゃない、うんうん、この曲だったかな、最初のギターがめっちゃかっこいいわ、あ、じゃあズン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 じゃないかな、うん、まあ、でもライブ仕様のやっぱり見せ方をするさ、はい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 、結局あれなるとかやっぱりおおってなるし、うん、スピッツのライブ、こっちコンベンションに来た時、行った時は、はいはいはい、ちょうど星野源のさんがこうバーって来た時、流行ってた時、うん、っていう話をしながら、即興でこのね、草野さんがこう弾くわけ、弾いて自分で歌うわけ、さんも、うん、レアさ、うん、うおーってなるよね、やっぱり、まあな、うん、しかもこうさらっとやるところとか、ね、そう、あれ行きなんだよな、その本ちゃんでやるのはちょっと冷めた、うん、ちゃうじゃん、うん、しか沖縄のやっぱなんか何がいいか特権って、うん、まあ、大体このコンベンションとか一番大きくてもこうじゃないから、はいはい、でも鮮明ちょっと規模だっけ、うんうん、他の県は何万だから、うん、まあまあ近い距離で見られる、10秒前そうだよね、うん、で競争率もそこまで高くないしね、チケットの5秒前3、2、1
合ってるのかな、戻ってるかい、これ大丈夫かな。あ、お日様ラジオ、お日様ラジオ、音でキンピラでいいの、キンピラごぼうのキンキンピラピラお日様ラジオ。FM ギノワン FEC チューンド金曜日キンピラごぼうのキンキンピラピラ大様ラジオ、28日生、すいません収録放送でお届けしております。はい、21日前の週の、ね、金曜日に生放送終わりで今収録していますけども、うん、ちょっとやっぱ歌の話になってますね、うん、中田猫さんが斉藤和義さんに歌われたら惚れるよね、はい、いや惚れるでしょう、絶対そうだろう、どう考えても、うん、山崎正義さんでしたっけ、うん、セロリセロリの人、ワンモアタイムワンモアチャンスね、あ歌うたいのバラッドは鳥肌立つよって、あ立つな、やばいやつな、うん、あれ何でギターかな、ギターでやるかな、あれギターです多分、自分で弾きながら、ライブでの MC はドシモネータが多いらしいですよ。そうなんだ、まあ、でもなんかイメージはつくよね、うん、福山雅治とかね、うん、福山雅治です、あみんなやっちゃうから、うん、ゆずのライブは開演前にラジオ体操してたよってヒカルさんが、面白いね、そんな店固まるんだ、キーヤマ商店さんのフェスキーヤマ農園のシークレットゲストが小柳ゆきさんだった時、代表曲 2曲歌われたけどすごかった、うーんやばいな、やっぱり生で聞いたら、ね、もう俺トップでやってる人たちはの歌はもうやっぱり震えると思う、みんなファンになっちゃうだろうな、うん、もうライブに行ったら知らなかったとしてもその人の曲を、うん、もう俺源さんそうでもなかったけど、やっぱ生で見て、うん、やっぱこの人すごいなと思ったもん、あもう源さんって言ってるやし、うん、遠いからめっちゃちっちゃいよ、ちっちゃいけど、はいはいはい、このギターも弾きながらだけど、うん、ダンスもやって、やっぱ源さんすごいな、源さんって言わんで、なんかいやもう源さんちょっとあの源さんにじゃなくてお前にちょっと腹が立ったいやもう、うん、俺の源さんお前のじゃないだずっとあと見逃してなかったです、なんすか、シュプリームさんが一応大河君の歌も好きやけどね、ああ行っちゃう一曲、もう俺山崎正義とかってやっぱ肩並べてるわけよ、並べてないよそれは、震えそれは全然並べてない、震えさせてるわけよ俺、奥田民生さんとかと、だって奥田民生さんの海優さんのツイキャスコメント後のシュプリームさんだから、うん、もうああ怒った方がいい、そう思い浮かぶアーティストの流れで俺出てきてるから、うんうん、やっぱ俺もエンターテイナーの仲間入りしたよね、もう今日を境に、ありがとう、一回あの歌ってからあの比べてみて、その自分のと、そう自分のと、あの今携帯でカラオケアプリとかがいくつかあるじゃないですか、うん、ギボさんがやったやつがあって、はい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 、あれを家でちょっと暇時間あった時にやろうと思って撮ってから歌って、うん、歌ったら自分で聴けるじゃないですか、うんうんうん、うん、なんだばうんって、よかったの、うんってなったまあまあまあそうだよなって言って保存しないで全部消しました。ただでもなんか聞こえはイヤホンつけてあるんだけど、うん、本当にカラオケさながらに聞こえるので、うんうんうん、歌っててやっぱめっちゃ気持ちいいよ、なんか今の時期カラオケとかあんまり行きにくいじゃん、あそっかそっか、うん、だからトイレとかに入って、うん、イヤホンして、うん、だ結構大音量とかで大声で歌ったりしたらなんかめっちゃ爽快感抜群だし、お風呂とかね、うん、お風呂とかあそうそうそういいかもいいかも、うん、めっちゃ気持ちなんかリフレッシュする、あやっぱ結構やっぱみんな見たことあるんだな、ね、なんかこのエンターテイメント、だ結局ここに集まってきてる人たちって、うん、僕なんかお笑いライブもちょっと見たことあるような方たちじゃないですか、うんうん、だからいろんなライブ見慣れてるのかもね、フットワーク軽くね、みんな見に行ってるんでしょうね、うん、シュプリームさんが推しのライブ会場で宗教勧誘があったら入っちゃうよねいやでもこれは分からんでもないかも、確かにFEC のだからまーちゃんさんが結局もうそれっぽいもんな、もう確かにな、あの人はだからもうちょっとした宗教の教祖みたいになっちゃって、うん、まーちゃん教だもんね完全に
新本さんのライブでやってんのがだからあれ、うん、毎週の集いでだからあれ。あそういうことだよな、だからな。まあでもどこまでその人たちやっぱ楽しいって思わせるかっていうのが、うん、俺なんかのね、確かにの見せ所ではありますし、行ったらだってその音楽のそのファンクラブとかあるじゃない、うんうんうん、あれってもう形式的にはもう完全にその宗教じゃない、うんうんうん、その人のこう言ってることがすごい好きとか素敵とか、はい、あの人憧れるからあの人みたいになりたいみたいなのって結局そうだもんね。強要はしないよね、だからみんないいことに、いいことにというか、やっぱそれはもちろんだと思うけど、うん、で自分がやりたいものの延長線上で、うん、聞いてもらってる人で足運んでくれた人にやっぱ楽しんで帰ってもらうっていうのが多分モットーで、だから僕はもう完全にジブリ教なんで、ああもう早尾なんてそう競争やし、競争だよ完全に。あとお前あぐら組んで宙浮くだけやし超哲学だしね、うん、オーガでのぞみさんなんてしかねしかねていやでも確かにそうですね。そうだよな、内髪持たせてウィービンじゃねえんだよ多分だからあの FEC いや県内のお笑い芸人の中で多分ライブが一番うまいのってオーガネのぞみさんなんですよ、うんうん、お笑い芸人さんの中でね、うん、あれでもやっぱりそうだよね、楽しいよね、うん、楽しい、うん、なんか、うん、新一郎さんじゃないよ、オーガネのぞみさん、うん、新一郎さんになるとまた別だけど、違う別だけど、後ろの DJ レイコさんも含めな、うん、うん、あーですよね、内カビはだからあれもだから戦略なのよ、自分で本物の内カビ持ってきて振らしながら、はいはいはい、一応内カビの柄 の、うん、あのタオルも販売してるよっていう、うんうん、あれがだからタオルか壺かの話なんです。そうだよな、うん、このタオル買ったら回せるよっていうタオルと、うんうんうん、だってタオル回さないもんなその子の生活で、だ結局祭りに行ってみんながピカピカ光るライトだの、うんうん、ハートの方のなんか電球などの、おもちゃを持ってたら欲しくなっちゃうじゃん、うんうん、それでしょ。そうよいやいいんだけどね、ウィービン教、うんうん、いいと思う、いいと思う、まさしくその通りですいやもうせっかくだから、はい、あの何先週の時間から聞いてくれてる人も、あなるほど、ツイキャスはそのまま今見てくれてる人が結構いるわけじゃないですか、うん、はいはいはい、森光がほら今何ふんどし履いてる話もした方がいいんじゃない。やりますか、一応18分ちょっと体力使うけど、はい、うん、まああのそのふんどしを履いてるって、うん、これふんどし履いてるって言った後にやる話でもないんだけどね、うん、まあことのいきさつをことのいきさつ、まあ一応ふんどしは皆さんどっか頭の片隅に入れといて、はいはい、まああの僕があのその彼女があの新しくできまして、お付き合いしました、おい、ありがとうございます、ハッピー、すごい、ハッピーですよ、アザラシの曲みたいです、ハッピーと、ね、ランラララララ、違う、それ違う、嵐だ、嵐だろハッピーで、やってますけれども、うん、どんな人話してたっけ、もう忘れたんだけど、まあまあ適当になんかその彼女さんがそうまあどういった人なのかみたいなとかもね、まあまあ彼女がどういった人かはちょっとあれだけど、うんうんうん、まあ、あの年下の彼女ができまして、うんうん、であのお家にね、はい、ちょっと顔を出す機会があったので、はい、お家行ったんですよ、うん、その前に彼女さんのね、そうそうそう、うん、ちょっとお父さんの写真いかついのは見てて分かってた、あお父さんこんな人なんだ、うん、みたいなのちょっと怖いなと思いながら、はいはいはい、お家行きまして、はい、で、お父さんちょうど朝行ったので、はい、あのお父さんお母さん朝食食べてる時朝顔出したんだ朝まあまあの朝じゃない、朝って言ってもあれよ、あ、まあ、休みの日の朝だから11時半とかかなぐらいに顔出して、であおはようございますって言って、そしたらお父さんがあおはようって言ってニコニコしてたんだけど、おうおう、で、ちょっと奥の部屋に一回お父さん下がって、うん、であのお父さんのすがいがちょっと陶芸家みたいな、うん、あのジンベエかな浴衣みたいのつけてて、うん、で、ちょっと坊主、はい、坊主気味のもう結構短い坊主で、はい、結構体格もがっちりしてて、はい、で朝家の中で薄いあの色ついたサングラスみたいのもうつけてて、完全やし、 あれって完全やし、おはようございますって言って、家とかめっちゃ広くなかった、うん、家も広い家超広い、
それやし。リビングが FM ギノワンのギャラリーより広いかな。あ、だってその5歳の弟がいるんだけど、はい、その俺の彼女にちょっと年の離れた弟、結構離れてる、その弟が家の中でチャリ乗ってるから。まあお父さんがあの別の部屋にこう行って、うん、あのなんかこう俺の彼女がお父さんのこと怖いと思ってたってよって言って、うん、そしたら俺怖いよって言いながらあの日本刀持ってきたわけ。で、はい、確定です。で俺ソファーに座ってたんだけど、俺の隣に座ってどういう気持ちで付き合ってんのかなって言われて、はいはい、あのちゃんと付き合ってますって言って、で俺の彼女が、あ、これ一応本物の日本刀だよ。本物偽物じゃないわよ。で、まあ、一応なんかこの、 あの刃は研がれてないと、はいはいはい、刃は研がれてないけど研いだら本物の切れるようなやつみたいなので、で、あのよろしくお願いしますって言って、はい、で僕そのちょっとそのくだりあった後手土産持ってて、うん、あのお酒をね、はい、持ってったんだけど、うん、言わないでいいよ、大丈夫です、はい、お酒持ってって、うん、でそれを、お父さんにこれ飲んでくださいって渡して、うん、そしたらお父さんがおお、お前いい男だなってちょっとテンション上がってくる。まあでもね、あのお父さんはな、うん、お酒嬉しいしな、そう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 、単純にでありがとうって言って、うん、ちょっと待ってよって言って、またお父さんが奥のさっきの日本刀を取った部屋と同じ部屋に入ってってから、別の武器、武器持ってくんのかなと思ったら、俺の前にそのなんかビニールみたいなのに、透明のビニールみたいのに入ったこう布を渡されたわけ。でこれ多分T シャツかなと思ったら、あのふんどしって言われて、和柄のふんどし、いやーもう和柄がをもらって、そしたらまた俺の彼女が、あ、お父さんふんどし入ってるからって言われて、お父さんふんどし入ってるんだって。ジョージってこと？ジョージ。通常俺なんかのトランクスボクサーのところ、うん、ふんどし入ってる。わ、すげえと。でもまあ一応嬉しいじゃん、もらってなんかちょっと、まあ、うん、少しはね、お近づきになれたっていう、なれたのかなと思って、うん、ありがとうございますって言って、うん、しかもお父さん、あ、お父さんの名前とか言わない方がいいか。まあ言っていいかな。別に名字わからないから。僕なんかの先輩と同姓同名だった、漢字も全部。そうそうそう。あ、でも誰かって言ったらね、もしかしたら、あ、まあ個人情報は言わない方がいいか、うん、で、あのお父さんがあのいろいろなんかものづくりもすごい上手で、なんか外の方にヒノキ の露天風呂を作ってるみたいな。で庭も結構じゃ広いんだ。そう、庭もあって、でそのいや敷地はめちゃめちゃ広いよ、メインプレイスぐらい入るかな。いや、それは嘘だけど、それは嘘だけど、もうあのちっちゃいコンビニの駐車、なん、どれくらいかな、スーパードラッグイレブンぐらい、ドラッグイレブンぐらいはあるかも、敷地入れたら。結構よ、結構広い、あのうん広い。で、あの外の方にその露天風呂、ちっちゃいこうなんか、まあ桶のね、桶みたいな感じの、まあでも人がちゃんと入れるぐらいの大きさよ、のヒノキの組んだやつ、あのあって、で、あれそれにそれを見たわけよ、あ、すごいですねって言って、その時お父さんはいなかったんだけど、ちょっと遠くの方から、おお見てるのか、入ってくかみたいな、あ、今はちょっと入れないんですけどって言って、そしたらなんかそのお風呂の奥の方からなんか、怖い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 、なんかの音がするわけよ、怖い怖い怖いと思って、ちょっとその奥の方にドアがあと1個あったから、そのお風呂のところにギーって開けたら、アヒルが2羽いた、大きい大きいアヒルが2羽向かい合って、アヒルいるじゃんと思って、もう引っ越したらいたよって言って、引っ越したらいたよ、ハブ避けになるのかな、なんか、あ、そうなんだ、みたいのがあるらしくて、でそのお父さん、はい、彼女のお父さんから、うん、もらったふんどしを今日履いてます、うん、飛鳥ママさんがツイキャスでふんどしってどんなしてつけるの、ふんどしはあのもう帯になってるんですよ、布があって、うん、で、うん、上の方にこう紐状のものがついてる、だから、うん、あの形として言えば、うん、女性の紐パン、うん、みたいな形になります、紐じゃん、紐パンのこの縦の帯の幅が広くなった感じ、うん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 、で後ろからペローンとこう、あ、
巻いて、はい、後ろに帯がベロンとなってる状態で、はい、おへその部分でリボン結びかなんか、まあ、はい、軽く紐結んでいただいて、でその後ろのペロンってなってるやつをそのまま下からこう通して前の方をお腹のところで結んだ紐に引っ掛けてで前にかけるスタイルですね、うん、じゃあそんな長くないんだこの帯の部分も。長くないだからちょっとあのもう見えてるんだけど俺見てあのズボンの横から一回じゃあの俺カメラいやこれぐらいだったらいいんじゃんここ。ああこれぐらいだったらいいか。柄は見せてあげて柄はみんなにだこれよこれ見える和柄だなこれ、この世で一番渋いビリジアンの下地に波しぶきとかがあるな。一回じゃあこのもう画面 YouTube 画面押して俺とキャンさんだけ一回なるほどなるほど、うんうん、ちょっとじゃあ せっかくだからデビューしてもらって。そうだね、上半身も撮って、もうパンツ一丁じゃないけどもうふんどし、まさしくふんどし一丁大学キャンさんに見せるでいいじゃん。いいんじゃない、いいんじゃない。じゃあせっかくなちょっとマスクも。そうだね、まあ、距離もしっかり取ってるしちゃんと隠れてるから、まあちゃんと隠れてたらいいんじゃん別に。外から見えなければ大丈夫、はい、オッケー。あー違う違う、あの自分のふんどしの具合がね。あーなるほど面白いんだふんどしって、ねえしっかり。ふんどしってこんな面白いんだでもめっちゃふんどしあ、お尻も結構隠れるのね。ちゃんとしてるわけよほら、この帯の幅が結局30-40センチぐらいあるから、腰の部分から結局このお尻の下また下通って、前もしっかり、前なんか全然普通よ。なんなら確かにこれって使えるね。はい、楽しかもね。通気性とかもいいんじゃん。いいいいで、いいちゃんとしたいい感じのふんどしらしい。蒸れないらしいし、恋がいるさ。恋がいる恋が滝登りしてるさチンチンのところで恋が滝登りしてるさ桜咲いてるさあーだから締め付けもね、うん、だ自分次第を締め付けたくないなあ、このゴムだと結局密着してるじゃない、うん、自分でこのきつさとかも調整できるのいいかもな。だから一応俺はお笑いバイアスロンの時は組んでる。大丈夫しばらく履けよう、馴染ませよ体にでも組んどしがよくない。どうせだちょっと縁起物だ、うん、縁起物。そうただあのコントの時にズボンの裾からこの声が登ってる可能性はあるけど声登らすなよ。一応じゃ あの普通のパンツも持っていきますわちゃんと、うん、いやいいよそれだけでいいよ。もう見えたらそうしよう、うん、お前ふんどし履いてるやしって突っ込むだけでいいさそら成立するよ漫才だろうがコントだろうが、うん、いやちょっと面白かったな。まあだからイメージですけど、飛鳥ママさんも書いてましたが、はい、赤ふんどしとか赤のイメージがあるけど、うん、まあ別にね、白とかもあるけど、まあ、全然柄だけ見せるんだったらこっから見せれるけどね、うん、ズボンからペロンとめぐって、うん、いいんじゃん。こういう滝登りしの見てもらった方がいいんじゃん。これよこれだ普通に服とズボンを履けば、ね、あのさもうこれ出すスタイルでもなんか、うん、酒屋の前あちょっとおしゃれかもこれこれちょっとおしゃれかもえ、まずね、誰もふんどしとは思わんだろこれ。ね、こっちポケットなんかつけたら店で働けるじゃん、ね、小銭入れて濃いめっちゃ立派なひげ生やした濃いが竹登りしてるのチンチンのところでああいいなこれ無駄。この年齢で生えてる人マジでまあいないんじゃない。多分あのまたもらえる機会あるかもしれないから、うん、俺は基本ふんどしでいこうかな。いいんじゃん、だって5着もあればずっと着回せるでしょ。着回せる。こ俺も余興でやったことある。同じ人。ああ。普段使いの初めて見た。普段使いのふんどし俺
ふんどし一丁見たけど、ふんどし一丁ってやっぱ面白いんだな。ふんどし一丁面白いよ。めっちゃ面白かった。俺一時期アマゾンひどいことだったからね、そのせいで。あ、ふんどし買いでってことですか、余興の。余興で人数分注文したから、はい、あのふんどし注文すると、はい、あその夜の衣装ばっかり出てくるようになって、あお知らせでアマゾンが分かる、そうそうそう、まあそうですよね、そうそうそう、シュプリームさん、うん、居酒屋の底品っぽく見えたね、うん、だそう今日あのラジオ来るときに、うん、そのあのスピーカーでね、はい、ちょっと彼女と電話しながら来たわけ、うん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 、で、あ、そういえばふんどし履いてるよって、うん、あの言って、で、あ、お父さんめっちゃ喜んでたよみたいな、ふんどしまたくれるかもみたいな、あ、嬉しいみたいな話してて、うん、じゃあ私も森光の誕生日にふんどしプレゼントしようかなってそこは別に欲しいなそれはちょっといらないかなってえ、ジブリのふんどしあげるよみたいなあ、ちょっと嬉しいかいや、チンチンのところにトトロ立ってたらちょっと面白いかもな、ね、トトロのやつとか、葉っぱの傘かも、トトロのやつとかって言われたけど、トトロのやつチンチンのところに当てたくないじゃん子供か言うはずよ、なんか名前なんて言うのトトロって言うのねいや、あのチンチン、トトロ、トトロって名前つくよもあ、顔なしとかいいじゃん、結構いいじゃん、シュプリームさん曰く今はそのふんどし女子も多いよって、女性用ふんどし、うん、やっぱ通気性いいから、うん、で、そのエチケット大事なところでもあるし、うんうん、衛生面とかね、うん、意外といいかもね、いいかも、うん、ただちょっと緊張はするけどね、ホワホワはするんだ、やっぱり慣れないから、うん、トイレもちょっとまだ慣れないかな、トイレはどうすんの、トイレはだからこの平ってしてるところをあの俺は手で持ってたんだけど、なんかもっと簡単な方法があるらしくて、このなんか通してるところの横からポロンって出せないの、あ、おしっこはいけると思う、それで、あは、だ台の時はもう完全にこう外さないといけないじゃない、うん、はいはい、だから一回この布部分を取ってくるくるくるって巻いてなんか挟んで、この紐に挟んでずらしてやるみたいな、うん、かっこいいね、もともとはこれでまずこれでいけてた時代もあったし、うん、まあ、実際この現世まで残ってるってことは、うん、現代まで残ってるってことは別に求めてる方はいるってことだもんな、うんうん、きんぴらはふんどしでいきたいですってお父さんに言っていや、お前ももらおうとしてるの、いやいや、そう、そうでしょ、2人で、おお、そうか、じゃあお揃いのやつ買ってあげるじゃけんって、じゃあじゃけんって言わないあ、そんなんじゃない、うん、最後どんみたいな感じじゃない、違う違う、お母さんも明るい方でね、あの1600ルーメンぐらい、いや違う人、そのあの発光じゃないから、発光の方じゃないから、迎えに行ったら、ね、そうそう、うん、あの初めてそのお家に彼女を迎えに行った時に、うん、あの待ってたわけよ、はい、お家のその隣の道路の路側帯にちょっと中、うん、停車して、はいはい、そしたらなんかあのガチャって入ってきて、うん、あのお母さんが彼女の助手席にパッて入ってきて、どうも何の母ですってあの彼女の名前言って入ってきて、でおーびっくりしたと思いながらもちょっとあの、うん、会話したんだ、しばらく会話してオッケーって言われてローラローラローラみたいな、ローラ明るい方で、あ、じゃあちょっとチェックはされてたんだろうね、あのどんな人だろうっていうのは、すごいファニーな家族だな、そうそう、明るいしね、うん、5歳の弟いるんだ、5歳の弟いる、で5歳の弟に俺死に気に入られてる、あ、そうなんだ、うん、モリモリって言われてるで1日1回うんこでうんこ違う違う1回なんかその迎えに行ったわけよ、はい、保育園に、うん、そう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 、でその時はちょっとあの人見知りしてたんだけど、はい、まあ一回タッチしてバイバイ、はい、またねって言って、はい、そしたらあのその日に、うん、あ次の日かな、うん、モリモリ今日も迎えに来ていいよってあの動画が送られてきてそれからあのほぼ毎日ぐらいのスパンで、うん、モリモリ今度プール行こうねモリモリ今度花火しようねって、もっと可愛いよ本来もっと可愛いけどねこんな鼻垂れこそみたいな感じで、あの声高いわけよ男の子だけどちっちゃいから、マリモ本当に可愛い、可愛い、うんこ同じ呼ばれる、僕はその彼女の家庭ではモリモリって今呼ばれてるんで、彼女の家族はみんなもお前のこと、俺のことモリモリ、お父さんもモリモリって日本と持ちながら
い、これがね、はい、ふんどしの全貌でございました。全貌でした。ふんどし全編でした。全編また何かあったらエピソードが更新されますので、はい、のあ、ちなみにあのこの話は一応あの家族のことは話していってはあの許可許可ちゃんしっかりもらってますので、はいはい、俺なんかこれで食っていこうかと思ってこの話で各営業回ろうかと思ってます、ということで、はい、収録放送改めてですが明日、はい、お笑いバイアスロン、うん、生放送テレビありますので沖縄にいる方は、はい、QAB5 チャンネルで、はい、夕方のあお昼の1時35分から、はい、テレビ見てもらえたらと思います。そして視聴者投票よろしくお願いします。お願いします。で沖縄にいる方は、本土にいるリスナーさんだったり、うん、皆さんに知人友人家族に記録、はい、知らしめしあのお知らせして投票よろしくお願いします。はい、って感じですかね。ツイキャス見てる方は、今2時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで以上きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ。きんきんぴらぴら星に変わってお仕置きよ。アデュー。シルクさん誕生日おめでとう。おめでとうございます。いや遅い。あ、そうだ今日遅いじゃん28日ってそうフィッシャーズのね、はい、シルクさんが今日誕生日、昨日かな、昨日じゃない、あ、昨日、もっと前か、もっと前、昨日、もう最近だよね、これ今週ここ今週の誕生日もお仕事してたんですね。素晴らしい。レモンの、レモンじゃない、あの香水の DV をナホさんが歌ってシルクさんが踊るやつ、や見たいもんな。ツイキャスご覧の方ありがとうございました。19日だったみたいですね。19日ね。水曜日。2時間ありがとうございます。ありがとうございます。はい。もしまあ、聞く方がいましたら、はい、28日の、ラジオか YouTube の方では。映像が流れ、映像と流れますので、はい、そこで聞いてみてください。お願いします。よろしくお願いします。まあ、僕らはもうしっかり眠ってます。はい、今週の今頃。なんなら本当に一周回って起きてるかもわからんしな。まあまあ、もしかしたら起きてネタ合わせしてる可能性もあるしね。ギリギリも、うん。しないか。前日に。しない方がいいしな。そこまでやってたらもう、うん、これ、うん、もうこれで行こうってなってるはず。うん、頑張って復活して、はい、ぜひ2本かけたいと思いますので、はい、今日も遅くまでお付き合いありがとうございます。ありがとうございます。一応明日はなんかまた FEC の、うん、あのバラエティ番組も、あ、はい、ひまこん、ひまこんありますので、はい、見てみてください。よろしくお願いします。あとなんか FEC のなんかあれあったよね。何？ああ、あの全流動画コンテストみたいなやつ、うん、全流お笑い動画コンテスト、うん、全流動画コンテストか、うん、全流お笑い動画コンテスト、全流お笑い動画コンテストフ自分たちが一番分かってない探したらあるはずだ。日曜日が締め切りって。今度の日曜日ですかね。23日が締め切りですね、はい。1分動画部門と15秒動画部門でしたっけ？2分と15秒。2分と15秒。うん、あ、2分なんだ。そう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 。がっつり2分。結構がっつりだね。うん、がっつり2分とちょこっと15秒って。まあ内容はどんなものでもいいということなので。ぜひあの商品もちょっとあるみたいなので応募してみてください。かっこいい曲流れてる。あ、そうか、2人はまだ聞こえるんだよ。はい、こっちが固まっちゃってる。固まってるね。あ、回す。はい、あげる。あ、つながりがあるやろ。あのマウスの、そこのあれか、差し込みが悪いみたいな。お、
シュプリームさんが。お優勝したらスニーカーやって。あ、激アツ。激アツだ。5万とかのスニーカー買ってもらおう。俺はもう、あの、手に入りやすいエアマックスでいいです。エアマックス。ガチで買ってもらうんで。エアマックスとかでもまあまあでも手に入りやすいの高いよ、うん。いいやつ。1万ぐらいのやつ。1万ぐらいのやつ。激アツ。俺でもだって優勝したら俺多分1で連絡するよ、すぐ。シュプリームさんに。うん。確かに。優勝しました、応援ありがとうございますって言って、うん、あの、ナイキのサイトの URL です。これでお願いします。確かに。いや、エアマックスマジ熱いな、うん。欲しいな。で、回遊、あ、終わった。